どうも、こんばんは、エヌメです。今回は、フェイト、グランドオーダー、新しいピックアップ、セイリングピックアップ2、召喚、アビケイル、ウィリアムズが、来てますね。セイリングで活躍した、幼女なんですけども、クラスの方が新しいクラスなんですよね。まあ、ちょっと知らないんですけど、てっきりキャスターかと思ったら、違うかったんで、新しいキャスターの名前知ら、まあ見てないんですけども、このミドラーシのキャスターもね、欲しいんですよね。まあ、可愛いし、普通に。というわけで、10連をいつもの、ように引いていきたいと思います。行きましょう。まあ来てくれれば嬉しい。いや、もう来てほしい。二人とも来てくれれば、ベスト。まあ、アビー来たときは一目でわかるからね。アサシン、いやアサシン見たくねえな。もうジージ引けなかったからな。あれ何連ぐらいしたんだろう。動画では10連しかしてないけど、動画外ではまあまあしましたからね。手に入った石とかき集めた石、あとなんか予備符とかももらえたからな。あの時なんかやってましたよね。あの時キャンペーン的なやつ。いやいいよ、星さんサーバー、サーバントついてもまああれだけど、サーバント出てるからまだいいね。いつもだったらさ、ずーっと冷蔵よ、冷蔵が続くから慣れちゃうんだけど。いやまだまだ4来てねえからな、4は来てねえからな。キャスター、そうそう、冷蔵来そうだな、そうそう冷蔵来そうだな。お、まだまだ続く、サーバント。セイバー。お、いいぞ。5連続、6連続。今、何枚目だ ?5 連続くらいかな。サーバント。やばい、やばい、これやばい。うわ、んで、ここでもシオンレッド出んなよ、マジ。やめてくれよ。いや、まだ希望捨ててない。あと何回あるんだろう。おい、またレッド。やばい、サーバント頼む。あ、そういや、あれか、絵柄が決まってるってことはあれなのか、そのバチバチ演出がないんだよな。あれがないから、貝の星がねえから。これラストでしょ、守護霊装ってことは。もう二次演出かなんか普通のあれにかけるしかねえのか。あ、まだあんのか。頼む、来いですよね、ですよね。まああれだな、もうここで単発も引くしかねえな。まあ、クリスマスにね、エレシュキガルが来そうじゃないですか。それがちょっとね、怖いんですよね。引きますか、単発で6回ですね。単発で来てくれたら。バンバン剤だけど、まあ、なんか俺ね、GO に関してはみんな単発がいい、単発がいいって言うけど、いや、いまいち単発で来たことないから、あ、予備符で一回、ジャンヌが来たけど、まあまあね、予備符だからね、石をね、砕いて単発で引いてくるみたいな、そういうのをしたことがないので。ぜひともなんか1回でいいから単発で引いてみたい感はあるが、霊装、おい、霊装はやめとけ。いや、この瓦礫の精度、え、こんなんあったっけ今まで。おいおいおい、いや単発で引くとなんか霊装がいっぱい出てるような気がするな。気のせいなのか。やべ、ラスト2回なんだが、頼むぜ、頼む、頼むぜ。二次演出そろそろ、おわ、ひでえ、霊装ひでえ。頼む、二次来い。ひどすぎる、あんまりだ。
はい、ということで、まあ残念だったんですが、あ、アビスのホーグはまあ変わってたよね。なんて言うんだろう、カットインっていうかさ、なんだ、アビがこうアップになってこうだんだんこう引いていくみたいな感じの、あの演出がなくなってたよね。さっきなんか公式の、アカウントの方でホーグの動画は上がってましたが、あ、ご覧になられたでしょうか。はい、ということで、まあ、次は多分クリスマスにエレシキガルタソが実装されると思うので、今年こそね、1年越しに、まあ、楽しみにそちらの方も引いていきたいと思います。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。